なんかあっちがなんか LD7 にめっちゃ警戒してきて。Really want my way, I wave. I wave, I just football radio. Let's play favors. どうも、IG でございます。本日なんですけども、マドリー対パリ・サンジェルマン、バルセロナ VS ガラタサライを振り返っていこうと思います。それでは行きましょう。Let's go!ということで、マドリー対パリを振り返っていくんですけども、いやー、逆転しましたね、マドリー。いや、本当にびっくりというか、まあ、ラリーガの意地を見せてくれて、まあ、個人的には嬉しいなと思います。バルセロナはね、ヨーロッパリーグ行ってますし、この間ボロクソにユナイテッドのことを言いましたけど、まあ、結局ね、なんだかんだ勝つと思ってるんで、まあ、ラリーガ勢唯一のチャンピオンズリーグ、まあ、進出、まあ、とりあえずおめでとうございます。メンディとカセミロが、ね、いない中、本当よう勝ったなぁと思いますね。ナチョが左サイドバック、アンカーの位置にクロースで、モドリッチ・バルベルデという感じでございました。まあ、でも前半はね、とにかくムバッペって感じだったかな、本当に。とりあえず前にポーンって蹴ればムバッペが取ってムバッペが決めてくれるよね、みたいな展開がずっと続いてて、で、マドリーもね、一応攻めるんだけど、まあ、アセンシオのところでちょっと詰まるというか、控えめに言っても、まあ、アセンシオはひどかったですね。超絶ゴラッソ決めたら、まあ、帳消しになるかなぐらいのひどさでした。いやー、これ、逆転厳しいんじゃねえかなと思ってたんですけど、後半始まって、ドンちゃんのミスから失点にはなったんですけど、それまでもね、割とドンちゃん、神セーブは割と見せてたんですよね。ちょっと一つのプレイで結構急激にというか、まあでもまあこればっかりはしょうがないな、メンタル動揺しちゃうよなっていう感じで、ベンゼマのね危機迫るプレスがうまくいったというか、これがバイブスだよねっていう、まあ一旦ベンゼマのバイブスで1点獲得し、まさかのねリスタートした瞬間、いきなりまたベンゼマが得点して、あららーみたいな、前半のパリ優勢ムードが一気になくなって、多分もうこれスタッツ見てくれたらわかると思うんですけど、シュート数も完全にこっちが多いですし、チャンスもね一気にこっちの方が増えるっていう、急にイケイケというか、なんだろうな、ホームの力なんですかね、このサンティアゴ・ベルナベウのバイブスがチームに浸透して、選手がね交代してロドリゴが変わったんだけど、ロドリゴはね前回の試合で見せてた通り、今キレを取り戻して、キレもともとあったんだけどね、攻撃をうまく回したりとか、まあ、普通に役に立ってて、やっと攻撃が機能し始めて、マドリの攻撃する時間がかなり増えました。そんで最後の最後、ドリブルでモドリ先生がガン抜きしてから、最後ベンゼマに渡して、ベンゼマが得点と、でハットトリック達成、ベンゼマもうやべえなみたいな、これはマドリー勝ったなって感じ で、その後はねパリ・サンジェルマン側もマドリーに何かを罰かますみたいなこともなく終わってしまいました。いやー、結果的に逆転勝利というか、ファーストレグだともう本当に1対1でよく済んだなぐらいボコボコにされてたのに、一気に逆転、これがマドリーだと言わんばかりの結果を見せてくれました。いや本当に見てて楽しかったです。まあ、パリも負けたとはいえ、ちょっと後半あれだったとはいえ、かなりいいパフォーマンス、ファーストレグと今回の試合の前半を思い出しますと、まあ良かったというか、バチバチに強かったチームだったと思います。ユナイテッドがパリと当たってたら、まあユナイテッドが勝ってたかどうかっていうとって感じでしたね。とりあえず気になった選手の方行きましょう。まずはムバッペ、得点能力が最大の売りではなく、もう圧倒的スピードだよね、もうキュンキュンなのよ、あれは無理だべっていう感じでしたね。ミリトンとかカルバハルとかもファールして止めたりとか、いやでももうほんとムバッペ止めらんなかったな、あれが本当に来シーズンマドリにいるってなるともうゾッとしますね。一応ソファスコアのレートだと 7.5 と意外と低いかなと思いましたが、ドリブルもマックスで成功させてますし、パスもあんだけボール触ってたのに 89.2% と悪くないし、キーパスも2つ出してってみたいな、スピードプラスドリブル能力でもガン抜きしてゴールまで1人で持っていけるっていう、すごすぎるな、ムバッペ。来シーズンからいるとなると、やばいなと思いますね。逆に思ったのが、ビニシウス、今シーズン覚醒はしてましたけど、決定機外したりとか、あそこの場面分、ムバッペだったら決めてたんだろうな、みたいなシーンが一個あったり、ムバッペだったらもっとうまく抜いてたんじゃないかなとか思わされる展開になりましたので、意外とビニシウス左ウィングの居場所はもう、ムバッペが移籍してきたら取られちゃうんじゃないかなと思います。こればっかりはね、どうなるのかっていうのはわかんないですので、実際ね、移籍してみないとわかんないので、あんま深く考えてもしょうがないんですけど、まあ、現状だとやっぱビニシウスよりムーバッペの方が上なのかなって感じでした。
ベラッティ・ダニールあたり、とにかくダニールは守備面で、まあ、めんどくせえなこいつだから邪魔だなみたいな間取りしてんだと思った方は多いんじゃないかなと思います。メッシ・ネイマールは最後まで爆発はしなかったですね。想像してたような超破壊力のある3トップって感じはなく、どっちかというとムバッペが頑張るみたいな、メッシもネイマールもって感じでしたね。ファーストレグだとメッシは良かったんですけど、今回のメッシはめちゃくちゃ良かったかっていうと、まあ、ぶっちゃけそんなでもなかったなって感じでしたね。ネイマールはどうしたんだろう、不調が続いてるのか、今シーズンのネイマールはこんなもんなのか、ちょっと期待してたような活躍はなかったです。正直2人とももともとバルセロナですし、マドリー相手ってこともあるんで、まあ、バキバキにやってくれるかなと思ったんですけども、全くそういうのはなかったです。全くっていうとパリファンは怒るかもしれないですけど、あんまりでしたね。で次、やっぱりモドリッチかな、若手かよってぐらい走り回ってましたし、ドリブルもパスも一級品、ザ・マドリード、マドリーの魂っていう感じのプレーを見せてました。一応スタッツの方見てみますと、パス成功率 85.5%、 ロングパスも10分の8成功、決定機1個作ってキーパスも1と、でドリブル成功も完璧と、あー本当にモドリッチ大活躍。ベテラン感もはやないよね、バルベルデとモドリッチなんかそんな運動量変わんねえんじゃないかなってぐらい、本当にモドリッチは素晴らしかったなと思います。まあ最後の最後話すとしたら、やっぱベンさん、ハットトリックはえぐいな。本当に不調に陥ってたのに、前回のソシエダ戦からバキバキに、なんだろう、仕上がったというか、まあ順調に調子を取り戻してるのかなと思ったら、この大一番でさすがというか、ラリーガの王だなと思いました。バロンドール候補としては文句ない活躍をしてたんじゃないかなと思います。まあともかく 3-1 で勝利。いやー、すごい試合でした。テンポもすごく速く見やすくて、本当に面白かったです。ここでパリのメッシ、ネイマール、ムバッペが終わってしまうっていうのは、個人的には寂しいです。そんな感じで、今回のマドリーとパリのハグリ振り返りは終わろうと思います。じゃあバルセロナ対ガラタサライ行っちゃいましょう。ということでね、バルセロナ対ガラタサライ結果 0-0 と、いやーパリ対マドリーはねめちゃくちゃ熱かったんですけども、こっちはどっちかっていうと塩というか、まあ結構寂しい試合展開だったなと思います。どういう試合内容だったかっていうのをとりあえず流れだけ振り返っていこうと思います。珍しかった起用っていうのは、アンカーがねフレンキーで、でニコがインサイドハーフぐらいだったかな。とにかくバルセロナボール持ってポゼッション、ウェイヤーポゼッションってやるんですけども、結果的に最後トラオレに渡して、トラオレ頼むわっつってドリブルさせて、で抜かせるんだけど、最後頼むぜお前らみたいなクロスを上げるんですけど、誰も中にいなかったり、そのクロスがヘンテコリンだったりで、まともな攻撃が今回は少なかったというか、まあなかっただよね、終始そんな感じでした。で後半からプラニーが入ってきて、ブスケス、まあ、ピケが入ってきて、でまあブスケス入って攻撃うまく回っていくかなと思ったら、まあ、後半プラニーと、まあ、アダマサイドでボール持って両サイドから攻撃って感じにはなってたんですけど、まあなんかなかうまくいかず、オバメも入ってきたんだけどなかなかうまくいかず、で最終的に我らが LD7 も入ってきたんですけど、なんかあっちがなんか LD7 にめっちゃ警戒してきて、2人ぐらいついてた気がするな、クロス超警戒みたいな感じになって、結局ルーク先生も不発というか、ほぼほぼノータッチだったんじゃないかなって感じで終わってしまいました。でこの試合誰が目立ったとか特になくて、まあ強いて言うならペーニャかな。一番惜しかったのはラッパーがフリーキック打ったんだけど、それをペーニャが止めて、あらはナイスセーブだったなみたいな感じでしたね。ラッパーもいいフリーキックを蹴ったなと思ったんですけど、ほんとそれぐらい誰かがめちゃくちゃ良かったとかはなかったかな。ペドリフレンキーコンビもいつもみたいにうまくはいかなかったかな。個人的にナポリ戦の圧勝みたいなのを期待してたんだけど、全くそういう感じではなく、なんかうまくいかないまま終わってしまいました。アダマとルーク先生は同時起用の方が個人的にはいいのかなって、アダマ先生が抜いて、あとはもう天空神の頭にぶつけるみたいな、その二人がベストなのかなみたいな。そろそろトラオレはドリブルの突破能力は素晴らしいんだけど、でも中で合わせる選手もいなかったのかな。フェランが真ん中だとあんまり機能してなかったのかな。その辺はよくわからないですけども、予想外の渋さだったんで悲しかったっすね。正直マドリーも勝って、なんだろう、バルサも圧勝みたいな感じの振り返り動画撮ろうと思って、パリのやつはあえて昨日出さなかったんですけど、まあこんな感じだったら別にこの試合振り返んなくても誰も怒んなかったんじゃないかなっていうぐらい、あんまり良くない出来でした。まあ一応クラシコ前、次の試合がどこだっけな、バルセロナは次オサスナ相手なんで、オサスナ相手にねこんな渋い試合は勘弁してくれよなって感じですね。
バチバチにおさすなを倒してクラシコに向けていい雰囲気を再び作って終わってくれればいいなと思います。まあそんな感じで今日の振り返りは終わろうかなって感じでした。正直バルセロナは渋かった、パリマドリーは熱かった。まあね、毎週毎週ベストゲームである必要ないというか、まあぶっちゃけ圧勝してほしかったですね。ホームだったし、まあちゃんとね、次のセカンドレグアウェイですけども、ガラタサライぐらいまあケチョンケチョンにやってくれないかなと思いました。まあそんな感じでまたそのうち配信なし動画でお会いしましょう。